添え添え堂島添え道場街直系道場組組長堂島添え。お前何やってんだよ。お前自分の組員である錦山身内をさらい無理やり自分のものにしようとして、それに怒った錦山に謝罪されたんだって。そうえ、お前何一番やってんだよ。でもお前の気持ちわかるよ。錦山身内沢村由美綺麗な人だよな。そうだな、お前には由美姉さんっていう敵な嫁さんがいるのにダメじゃねえかよ。確かに弥生姉さんは許してくれたけど、ゆめさんも別だろ。ちゃんとお互い了承得なきゃ殺されてどうすんだよ。そうえそうえ、お前他にも体の一つぼやジャカの取引の件でやらかしているよな。そうえ、お前今まで何学んできたんだよ。そうえ、お前は知らないかもしれないけど、自分の組員や他の組織から、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。あんな頭の足りん小物がトップになったら登場会はしまいやで。クソみてえな親の下で堂島組を登場界最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。そうえ、お前舐められてるじゃねえかよ。そうえ、これだけじゃねえぞ、リーガのファンからも。そうえ、リーガの中の登場人物だけでなくファンから止められてるじゃねえかよ。どうするんだどうするんだよお前、もう登場会に居場所ないぞ。そうえ、俺に提案がある。そうえ、 YouTuber になってみないか。わからないことがあったら俺らのでかい範囲で協力するよ。そうえ、お前はもう登場会直系に入れないけども、 YouTuber になり動画活動をして YouTube ドリーム掴み取らないか。そうえ、 YouTuber ならお前にもできるぞ。お前の復活待ってるから。以上、兄貴でした。